どうも、毎日武藤武史です。ダイナスティの服部です、本日、今週のアーチーということで、はい、本日ってちょっと、まあ、前回はね、ゲスト産業大学さんから、はい、放送じゃないや、配信させていただいて、ありがとうございます。ありがとうございました。視聴数も伸びまして。そうですね、やっぱり注目度が高かった。まあ、あの金子さんのね、あのかっこいい写真から入っていきなりあのズレが出てくるし多分あれですね、見た人はあ、きっとみんなが撃ってる映像が流れて俺もあの時、うわ、釣ってるなって思いながら作ってた。そう、金子、しかも金子さんの話出てこない。そう俺なんか結構釣りのアイコン作るのに関してはできるしないようにしてるの。もうできる限りその真実を伝えたいなって思ってるんだけど、はいはいはい、でもせっかく淳二さんと拓磨と紫ちゃんと東大王が来てたから、はい、まあ、せっかくだしちょっと釣ってもいいかなと思って。いやでもね、私もその中の誰かの写真でいいじゃないですか。確かに。しかもめっちゃ右下に時間が出るから、そこにウィークリーアーチェリーって出すっていう釣り具合で、それからさ、あのパッと見て今週のアーチェリーだってわからない一番最初の一行だっていう、まあ、確かにあれを入れとかないと途中から何を見始めたらわかんないから。そうなんで完全に釣りましたね。はい、釣っちゃったんですね。大変失礼いたしました。反省します。はい、ということで今週は、はい、全日本アーチェリー選手権が終わりました。はい、お疲れ様でした。まあ行ってきました。はい、感想やっぱでも直接ね、あの決勝見たかった。見たかったですね。そうだね、僕は金曜日で帰って、はい、ハトリアという金土と日曜日決勝、弊社フィールドプレイヤーの佐々木純次さんが優勝でしょ、はい、おめでとうございます。ずっと優勝するって言ってたもんね。ずっと言ってましたね。ずっと言ってた。いや、もうかっこよすぎますね。めちゃくちゃうまかった。日本記録2回も連続で言うと、はいはい、あの概要欄の方に純次さんのノートが貼ってありますので、はい、あのインタビューさせていただきました。めちゃくちゃ、はい、いい小結果にして、大西選手が前半ぶっ飛ばして、はい、後半ターゲットパニックになり、はい、決勝で2位、はい、暴れ馬ですね。まあ前半というか、初日本当に苦しそうでしたね。前半330ぐらいでしたよね。でもそれもすごく波があって、もう1エンドごとにあのもう速報順位からもう10位20位入れ替わるような状況で、やっぱり立て直しがさすがですね、うん、やっぱり世界で戦ってるとああいう力をつけてないとやっぱり残れないかなと思います。金子選手は、まあ、首の痛みがあったけどかなり苦しかったけど、どうにかナショナルチーム22を残して次のナショナルチームに向けて、はい、2週間後の戦いに向けて今指導中と、小笠原選手は、昨日も一昨日釣りに行ってた。やっぱ長細いさんが釣ってたよね。あーガラつってました、ね、あれガラって言ったで、井上選手は3エンド目まで4位だったんで、ああ俺見てて、うわやば飛ばしてると思って、わー紫ちゃん行くのかと思ったら、多分1本 M って、ちょっと M っていうか紫色になったやっぱり体力の維持は課題だって言ってましたね。やっぱりなかなか、ね、集中した練習してないって言ってたね。社会人1年目なんで、こっからのペースを掴んでもらえたら。阿部ちゃん良かったね。そうですね、良かったですね。阿部ちゃんも良かったです。はい、ということで、じゃあ日本ターゲット選手のお疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。次は全日室内が長野県で開催されるということで、はい、皆さん、頑張ってくださいということですね。はい。はい、ということで、やっと出ました。新作っていうのね。我々新作をこの場で発表したくて始めたのに、新作が出ない。この影響で全然新作が出ない。出ないですね。はい、ということで、はい、ホイットから、はい、2021年ターゲットモデルがリリースされました。これなんて読むんですかね、ギャクって。ギャクって。ギャクと、エグザクト。エグザクトなの。ギャクだけど、ギャクト。ギャクト。高校生の皆さん、ギャクトって呼んでください。で、アルコス、アルツ。はい。なんか、
このままアリストテレスまで行きそうだね、なんか。あ、私なんか電子タバコっぽいなと思ったんですよ。なるほどね。電子タバコっぽい名前。アイコスみたいな。確かに確かに。最近、なんとか X と。もうね、X 氾濫しすぎてますからね。確かに、X のインフレが尋常じゃないですか。まあ、溢れてるって言いながら、うちの試合品も結構 X ありますよね。おっとおっと、白を立ててきた。確かに。名前さ、名前決めるのめっちゃ大変で、はい、キャンピングカーの名前も今もう誰も決めないから、はい、何みたいな感じで俺言われて、はい、あーってなってポイッ、あ、そんな、アスアーチの、あ、でもまあいろいろとね、やっぱりスタビリを決めるときはまず名前が文字的にかっこよくないと、ビジュアルね、そう、ビジュアルでかっこよくないとデザインが映えないんで、まあ、ロゴになりますからね。そう、なんとか X ってめっちゃかっこよく見えやすいの、はい、だからなんとか X に逃げがちっていうのはあります。でもエニグマ、スモークオンタムも全然違うけど結構ど、確かにエニグマ、スモークオンタムは評判が良かった、良かったです、ありがとうございます。はい、ということで、すいません、話がずれました。ホイントの新作の話、はい、で、ターゲットボールラインに、コンパウンドを発表、 3D アーチェリーに最適なオールラウンドトーナメントの弓になるように設計されている。このモデルは世界記録を樹立したインビクタシリーズの弓と比較して非常によく似た機能と形状を備えている。この弓は非常に競争力のある化学のレベルでホイットの精度を提供していますと、で38インチで提供されておりますということです。はい、どうですか。まあ、なんかホイットテック初めてなくなって、うん、アクセル感も今まで37か40か、うん、もしくはもう本当ショートドローモデルかっていう感じでしたけど、うん、多分他社の、まあ、特にマシューズの TRX とか意識してるのかなって。38という数字がね、もうそうだし、テックがなくなって、うん、あのレストのつける機構ができたのもそうだし、うん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 、っていう感じがしますね。これで評判が良ければ今後もしかしたらテックなくなる、ああいう方面に行くのかもしれないし、まあそんなにってだったら、まあ、インビクタが売れ続けるようだったらまた多分あっちの方面に行くんじゃないかな。なるほどね。コンパウンドにおけるレスト その特許の難しさってすごいあって、はい、あそこって結構特許だらけ、特許渋滞してるから、はい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 、あそこら辺をやっぱ変えるのとか、やっぱそういうのすごい難しい。中でもなんか僕の印象だ と、レスト関係の特許がすごい厳しいなっていうのはイメージにあります。カムとかじゃないですね。そう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 、レスト意外とレストとかに多い。まあ取りやすかったり取りにくかったりっていうのはもちろん特許にあるんで、まあ、それもある、はい。一時期寿司ブレードとかね、流行ったみたいですけど、あのなんかもう下敷きみたいなちょっと半透明な分厚いプラスチックで、うん、適度に柔らかいからシャクとか削れませんよみたいな振り込みだったんですけど、うん、一時期バンってなんか出たけど、すぐみんな金属ブレードに戻りました、ね、うーん、そういうのがおるんだね、うん、DCX または SVX カムオプションにより優れたターゲット棒になりますって書いてあるんですけど、これどういうことですか。カムの味付けが違いますよってことですよね。なるほど。こう戻りか、こう戻る力とかガス、まあ全然やってないよね、二人がね。あれですけど。コンパウンドやってないのによく答えられる。いや、本体よりもカムの方がやっぱり好みとかの引き感で出るらしいですね。そう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 。やっぱあの、最近中国メーカーとか、あの韓国メーカーが進行で出てるんですけど、カムだけそのアメリカのカム専用デザイナーっていうらしいですよ、カムデザイナーっていうのがいるらしくて、あ、そうなんだ。やっぱそういう進行でもある程度指示を得てるところはカムは外注して、あのハンドルはリカーブとか作ってるんだから、ハンドルとかリムは自社で作ってる、エンジン見てるな、なんかそういう流れがね、あるらしいですよ。将来的にはもしかしたらカムもね、今後知見がそっちに来てれば全部自社で、あの中国の韓国から本当に世界レベルの選手が使う意味が出てくるかもしれないけど、今はもうそういう段階みたいですね。なんかあれだね、 F1 みたいだね。ああ、車とかもそうかもしれないですよね。ほら、レッドブルのエンジンピアット作ってるとかさ。ああ、はい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 。なんかロータスのエンジン、トヨタ作ってるとかあるよね。ありますね、はい、ケータハの中にヤマハだったりする。
ということでした。はい、ホイットはクラシック。はい、続いてライズはですね、アルコス、はい、アレロと同じ調整機能を備えており、調整可能なピボットブロックを使用したため、ホイットは完璧な位置づけを実現したと。なんか重量1388になってるやつと、38になってるやつがあるんですけど、どっちが本当かわかんないです。でも88って、まあ重いぞ。まあ重いですよ。まあ重いぞ。アクシスで1400ぐらい。アクシスアクシス名前に出してくれる。確かに過去に、過去一重いのってアクシス。アクシスかな。フェリックスとかよりもやっぱ重いですね。いや、フェリックス1310とかだったら。アクシスが。なんでアクシスの方がフェリックスより重いんだろうな。でもアクシス削り方は多分そんなないじゃん。初めてフェリックスだときかっこよく見たな。ねはい、ってことで、はい、はい、続いて、ギャクタエグザクトかな、ギャクタ確かそうだったと思うんですよね。非常に人気のあるホライゾンを念頭に置き、ライズを開発、デザイン と、調整機能を完全にこう新しくしたと、はい、ホイットの後ろにず、夢は最高の出発点になると 1079g が、アルコスより軽いっていうのがめっちゃ書いてあったから、はい、はい、まあ、新作同士で比べても我々ね、もともと持ってる人いないんだから比べようがないでしょっていう感じはしますけど、でもある意味私のあれじゃないですか、第1回のあのアーチェリーウィークリーアーチェリー言ってたのミドルが出るんじゃないかとかって話になりますよね。ミドルとエントリーも出たし、おー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 、そこに関しては見てかと、そう見てかとなるほど。あとリム出ましたよ。はい、エグザクトリム、リム、まあ、エントリーね。カーボンウッド構造、スムーズなドローを実現、あまりお金をかけずに新しいホイットを打ちたい初心者のうちにとって理想的なものになっておりますだそうです。はいはい、まあこのタイミングでなんか安さをアピールしてくるのもよくわかんないけど、フォーミュラのリム、フォーミュラのリム薄めてほしいんだけど、もう普通の、あの、ね、なんでフォーミュラのリム売らん、あの INF の、 あの安いリムはもう間に合ってるんですよ。そういっぱいある、いっぱいある、200種類ぐらいある、いっぱいあるし、そのそれと比べたら言うほど安くない。そうだねなんで作るね、なんで作らないの初心者から、もうちっちゃい時からフォーミュラじゃダメなんですか。なんか利権が絡んでるんですか。いや、そういうことなんですか。でも、あの純正より MK のなんで自分たちが利権に絡まれてるの。 MK のフォーミュラリムが今フォーミュラタイのリムで一番安いってわけわからん状況なんですよね。ホイットがね、もっと安く出してくれればもっと普及すると思うんですけど、一番最初 にフォーミュラから始める人がいなさすぎてこういうことになってるのかね。でもそれだったら、それこそ RX 出した時にね、もっとあったもんね。あの時フォーミュラ X でもあったし、うん、ちゃんとあのショップでレンタルリム用もありましたし、うん、今ってフォーミュラリムのレンタルもあるのかな。うん、あの時のやつがある、まあ、あ当時のが、まあ、で結局新しくは出してないってことですもんね。です、うん、謎です。理由を知ってる方教えてください。はい、続いてエクシード27インチハンドル、これ結構みんな見逃してたでしょ。あエクシード27ね、うん、エクシードはその用途の広さのデザインによりオリンピックやベアボーのアーチェリーに最適です。ホイットは27インチのライザーをラインナップに追加して背の高いアーチャーに向け、ありがとうございます用途を広げました。27インチの重量は 1383g。 あ、答え合わせこっちか、こっちだ、こっちなのに間違えてかな、逆にアルコス、アルコス、アルコス、アイコス、アイコスではないね、アルコス、アレロ、あ、違う、アルコス、アルコスの画像とそれから多分入れ替わって間違えたかな。私あの1338じゃねっていうあの LINE にあげたら、あのフグに88ですって言われて、確かに不毛な戦いがあったアセンだったんですよ。で、27インチの重量は 1383g、 新しいエクシード27は次の新しい色で利用できます。ピンク、ピンク、うん、ピンクね。エリソンぶりのピンクですか。いや、あのピン、今回ペイントじゃなくてアルマイトなんです。アルマイトピンク、はい、結構ショッキングピンクみたいな、はい、なるほど。で、ホワイト、マットレッド、マットブルー、マットスレート、マットブラック、うん、これらの色はフォーミュラ X サイト、インビクタでも紹介されました。ということです。そしてはい、ベロス、はい、72リムの発売、そう
7-2、つまり27と72は74。そう長いいや27じゃないですか。ああ、いいだって、あ、うん、25と超ロングリムで72だから、そう27と24は74だね、正確に言うと、うん、長いリム。なんか最近すごいそのベアボーに、はい、意識してますね。意識が向いてるんで、ベアボー対応なんですかね。まあ、一般的に弓は長い方が、というか、まあハンドルもそうですけど、長い方が安定すると。うん、ただ、まあその代わり、あのサイトの位置とか、あのピボットと離れる関係だったりして、うん、まあ、当たり方がもうやら、まあ、感覚としては落ちる方面に行くので、うん、まあ、ポンドも低いベアボーには。かなと思って、ターゲットで使おうと思うと結構ね、例えばフィールドだったらもう全然違うところに飛んでいくとかあるみたいなんで、はい、そうですね。でもエクストラのリムは10年ぶりぐらいかなって私思い出したんですけど、 HPX ぐらいの時にエクストラショートリムっていうの覚えてません？あの66 SS リム、そう SS リムあった。あれが多分 F7 とかの時代にあったんですよ。 SS リムあった。 SS リム64の弓が、あの64でも当時23インチのハンドルは62は、ショートハンドルだったら62に入れてますよっていうの。なるほど、あったあったあったね、ありましたよね、うん、でロングハンドルで64っていう、うん、そう、それぶりのねエクストラがね出てきてね、おっかて。なるほどね。他の人は誰もそんなことはもはや覚えてないけど、 SS リムあった。 SS リムね、どの重要っていうのがあった。あのウィンの CXT の26インチぐらい重要が分かんない。出たというかその話したいやつ、ね、その話ね誰も覚えてないから、もう私の中のあのもうなんか塗り替えられた、なんかすり替えられた記憶なんじゃないかな。26ね、あるんですよね。26ハンドル、25、23、25、26、27ってあるんです。 CXT、 へー、謎すぎる。あれだ、ヌイヤーエクステンダーの 4.5 4.5 ってでもさ、魅力的な数字だなんだなっていうのがよくわかるよね、うん、だから、エクストラロング、うん、受注生産なのかな。あとはね、さベロスといえばマット塗装になるの書いてます。あの今ってあのツヤありのカーボンがあるじゃないですか、うん、マットになるらしいです。そうなの、はい、じゃああれじゃん、エリソンとジャック・ウィリアムスに提供されてたやつが世に出てくるんだ。多分そういうことですよね。そう、使っててかっこいいって言ったらかっこいいだろって言われた。ただ自慢してるだけ。そう、マットでかっこいいって言ったらジャックがニクニクしてるな、かっこいいだろみたいな感じでね、マットね、へえ、あるらしいですよ。そうなんだ、すごいな。でマットスレートとかマットブラックって今のはマットじゃないのって思ったんですけど、確かに今のやつってあのただスレートとかって言ってホームページとかカタログに載ってるじゃないですか、うん、実際あの輸入してる我々が見る箱には、うん、M スレート SLP とか書いてあるんですよね、うん、絶対マットスレートなんですよ。へえ、なるほどね。じゃあ、まあ、マットとマットじゃないのにちゃんと区別するようになったんですね、ホイットさんが。それかさらに艶消しなのかな。あ、マジ？かもしれない。いや、それはないよ、ね。いや、昔のあのペイントのマットブラックみたいな、ああいうザラみたいな。いや、あのさ、RX にさ、はい、安い扱ってるハンドルそうなんだけどさ、はい、めっちゃサメ肌みたいなさ。それはだって昔のマットブラック、マットというか、あれ何ブラックだったっけ？なんか、インパクトブラック違うな、なんだっけ？あのジェットブラック、あれが普通のブラックで、マットブラック。あれなんて言ってましたかね。なんせ塗装をみんな変えたがるからね。うん、でもあれマットペイントとかめっちゃ削れてね。うん、ってましたけどね。いやでもエクシードの、あ、間違えた、エクサイのホワイトがマジで欲しい。で今までホワイトなかったのがなんでだぐらいのね、うん、感じですよね。ホワイト、うちのハンドル塗装もね依頼もありましたね。ホワイトにしてくれっていう。確かに。ありがとうございます。ありがとう。ハンドルね、あの今持ってるエクサイを白くしたければうちに頼んでいただければ確かに白くなります。めっちゃ評判いいもんね。はい、綺麗だ。綺麗にやっぱりプロがねやってますからね、うん、我々が塗ってるわけじゃないですよ。ちゃんとプロに俺らはやった大変なことになる。我々やってるシューって言ってるわけじゃないんで。そうですね。まあそんなところですか今週の。本当はね大物ですからでしたから、はい、
か。XI テック出ねえか。テック、ツイッター民テック好きすぎるから。それ目立つ人がテックつけたいだけじゃないですか。ああ、なるほどね。我々はもうホイットはテック病って言われてましたけど、3年周期ぐらいにテックが出るっていう。ああ、確かに確かに。持病のテックがつく。3年周期にテックが出て、5年周期に逆テックハンドルが出るっていう。逆テック、ああ、ウィンでね。そうそう。あれ逆テックって言ったらまた怒られますよ。あれなんだっけ、なんだっけあれ。逆テック。ハンガー、ハンガー。ハンガー、12万円のハンガー。12万円。あ、今が14万円のハンガー。そうだね、今。定価で言うとね。15万のハンガー。うん、なるほどね。そんなところですか、今年の新作は、ホイットは。そうですね。はい。まあ、待望、ある意味待望でしたけどね、あのエントリープラスホイットの。そうだね。今まで本当に高級な、ね、アレロですら、まあ、ちょっとエントリーとは言えないよねっていう値段で、確かに。でしたので、ぜひ、もううちで注文できますからね、はい、ご検討ください。はい、ぜひ、よろしくお願いします。何かありますか？あ、来週ですね。はい。英語が再入荷します。はい、またもう英語しかネタがないのかと思われますよ、ね。いや、そんなことない。もうネタに尽きないでしょ。英語文英語文の話、いやあれはね、ネタにつけない自信あるんだけど、そうでもないかな。まあ、そろそろあのエニグマの出荷も、そうだね、あ、そうだね、ね、うん、そろそろちょっとね、お待たせしてますけど、はい、はい、で第1次が、そう、で、まあ、そのタイミングで第2次生産分のね、はい、あの受注も開始しますので、なんか今週横浜で打てるらしいっていう噂が、エニグマが横浜って浮かぶ選手多すぎてちょっと分かんない。なんか横浜で今週なんか使えるらしい。なるほど。なんか貸してって言ったら貸してくれるらしい。だから横浜の試合に出る人にでちょっと気になってるなっていう人がいたら、はい、あ、エニグマ使ってる人がいると思ったら、その人がエニグマ奪い取ってエニグマ打ってみてください。いや、その人センターロックなしですね。はい、ということですかね。で、サマーシュートの、商品の変装が非常に遅れておりまして、申し訳ない。野菜とリンゴ、はい、がちょっと遅れております、うん、で、それが終わったら、DVD が今編集中ですので、まあ、12月いっぱいぐらいの配信なのかな。まあ年内12話という感じです、ね。はい、今ゴリゴリに編集してますので、はい、あのみんなでねテレビを囲んでこうやってあの時出たよねっていう話をしてもらえるので、ね、まあそう嬉しいですね。まあ、うちにはテレビないけど、確かに。うちにもテレビないし、二平さんの家にもテレビないので、うちの従業員3分の2はテレビを持っていない。確かに。テレビ買ってください。重貞さんもね映ってたけど、もう俺が共有するって。そうそうそう。っていうか、あれなんだよね、何が 32? 32型のテレビでね、間違えた。何言うとしたんだっけ。そう、何が大変かって、はい、サマーシュートって、10時間ぐらい放送してたわけよ。はい、10時間、10時間ぐらい。はい、20時間あるじゃん。はい、8カメあんの。あー。160時間の動画が。そういうことですね。はい。これを2時間に編集しろと。うん。っていうことでございます。動画とね、カメラ数の話はね、マジで大変で、ね、編集したことはないですけど、あのめっちゃあの20台ぐらいあるあの監視カメラを全部見ながら、万引きの瞬間をね、あの営業時間ね、1日のやつを全部こうやって見る。そんなことやってるの？やってますね、もう本当に。やってたんだけど。で、あ、万引きされた。あ、こいつ、こいつ。はい、ね、はい、ということでございました。どういうことなんだろう。今週はじゃあこんな感じで、はい、皆さんおやすみなさい。はい、はい。